さあ今のプレー見てみましょう。ババア、そして一塁へ、なんとトリプルプレーでチャンスを一瞬取れた。それも良かったというふうに話してますが、そうですか。なるとですね、はい、そういうことの、 その文句は言えないんですよね、はい、かつて西鉄時代ですね、はい、旅行が多くてですね、行きましたね。さあレフト前ワンバウンドヒットになった。ランナーは三塁を回る。タイムリーヒットです。田口のタイムリーヒット2対1。ツーベース打ったんですけども、その時のね、やはり表に出てましたね、気迫が。やはりどっちかというと表にある程度出さないタイプに見えるんですよね。もっともっと表に出したらね、すごいバッターにはなる。ツーです。愛工大名電高校の先輩が工藤、後輩が一郎。続けてストレートがボールと外れています。今度はカーブ、外に球の方が際どいんじゃないでしょうかね。今の球は若干ボールに僕らも見えるんですけどね。ワインド2です。と当たった、ファウル。ファーストの方へ流れるのが早いように私は思うんですよね。さあ5球目です。スイングです。イチロー第3打席はスイングアウトの三振。プレゼントの数までご応募ください。そしてもう一つ、今日の試合で放送中にホームランが出ますと、ホームラン1本につき1名の方にダイエーグループ共通商品券5万円分をプレゼントいたします。こちらも 162-88 フジテレビダイエー戦商品券プレゼント係までどしどしご応募ください。さあオリックスが1点差に追い上げて迎えた4回の裏、また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 こちらも先頭のバッターが塁に出ました。吉永のヒット、そして若いライディーと先ほどヒットを打っているバッターがつながって、3番4番のタイプに投げてでも相手に打たれてる、まあ、相手チームも各チームとも研究してきてるんで、まあどの選手にもあるんだけども、ここの壁を乗り越えなければいけない。今日のピッチングは小林にとっては大事なマウンドだという話をしてます。もう、まあ、大事に行こうという気持ちが少し出てきていると、先を見るという笑顔を見せるななんて言って5勝をして、ようやく俺の前で笑って今日思いっきり笑えというふうに、そういった感じで育ててきたピッチャーです。さらに長谷川が言い方通と、オリックスの場合にはもう本当にこの先発投手が苦しくなっています。セカンド正面。